こんにちは、ネモです。パワフルサッカーやっていきます。今回はパワフル高校でセンターバック育成ですね、いきたいと思います。早速いきましょう。で、今回、いいやつがついています。イベントデッキこんな感じです。ヘキ君、東郷、シシド、トナカイちゃん、ヒダリ君で、今回はカザインですね、連れてきています。まあパーコーといえばこの人でしょうというところですね。ボールコントロール能力に優れたミッドフィルダー。幼少時からイギリスでサッカーを学び、他人の能力を的確に見抜く目を持つ。ただ相手の心情を気にせず一刀両断してしまうため真意が伝わらないこともと。で、コツのイベントボーナス経過、ボーナスの詳細が35まで行くとスペシャルタック20、技術ボーナス6の固有ボーナス UK スタイルがつきますというところですね。なので、タック 100% の技術基礎ボナーが6と、かなり強いキャラなんじゃないかなというところですね。いきましょう。シシドから行くか。いいやつ最高だな。シシドはすぐ行きそうですね。イエーイ。3人素晴らしい。左からいいでしょう。いや、いらねえそれ。シドはこれでもうタックできそうですね。戦いちゃん、なんかムードか取れるかな。取れた、ギリギリ。ナイス。共通イベなのか。かっこいい。負けた。よしよしと。で、スピード。ヘディングとかだよな。よりはサクッと上げたいんですよね、こっちを。左くん来て、休みましょう。無理だ、さすがに。お、いいよ、素晴らしい。光ってんな。しかもコツも出してるから、これはさすがに行きたいですね。フェアプレイ。お休み。お、いいですね。結構びっくり出ますね。左くんか。左くんだと進まないんだよな、もろもろ。しゃあない。お、二人。火山全く上げれねえな。さあ、ダイモンに勝っていきましょう。
で、しっかりと真ん中の上あたりを狙いたい。ここが結構決まりますね。体感ですけど。もう一丁。でもう一丁いきましょうか。ここが安定するようになると本当に得点もらえますからね。40点大きいですね。火山員の活躍がちっとも見れないんだが、いいよ。これじゃあハンターか。うん、これ休もう。お、いいよ、二人。うん、ここですね、テクニック。引かんねー。いいよ。いや、これきつい。左くんか。まあまあまあ、いいでしょう。やめてー。2週連続で休まんといけない。ナイス。これでトナカイちゃんいったろ。辛いなぁ。引かんねえ。誰一人引かんねえ。トナカイちゃんか。フィジカル取るか。ナイス。これすごい、マジ引かんないな。すごいっすね。やっとだ。お、統合いる。火山やばくない？お、ナイス。進みましたね。うわぁ、そこら中光ってる。火山はいない。どれ行こっかな。東郷がいいかな。臨床もらえないからな。キャプテンシー。うん、まあまあって感じですけど、もうちょっと惜しかったっすね。何にも光らなかったっすからね、セクに。で、今回彼女がいないので、矢部くんと、イチャイチャしに行きましょう。ふっ、矢部くん流星群。ナイス。彼女矢部。一人だったら、マジで、火山員でいいんだけど、いない。うん、ここで上げとくしかないな。こんばんはでやんせる。また雨。キャプテンシー。おい。うん、いいですね。
実力でしょ勝てねえ。ここでこの光弱いか。うお強いな。ひなりくん。うわー合宿か。いや行くか。パス。ちょっと勘弁してくれ。ナイスナイス。シングルフィジカルか。一回進みます。 OK ビハインド。いいですね。ちょマジで火災何の役にも立ってないぞ今んとこ。強い。自信か。火山やばいなこれ。いいスカウト。サク。ディフェンス上げれねえ。うん、こんなもんですね。きつ、ディフェンス上げれねえ。結構攻撃的なセンターバックになりそうですね。そうか、スピード積んだ方がいいな。やべ、坂君。いいぞ。うわそいつやばい、そいつやばい。あポン。なやっちゃい。うわオーバーヘッド。チャンス来ないっすねこっちが。やばい見えねえ。当たったか。最悪。だからさ、桜葉無理だって。しっかり頼むよ。はいはい来た。お来たか。オッケー止めた。入ってなかったかもしれないですけどね。触んなくても。しかしチャンスが来ない。これは勝てない。つーら経験点。お左くんね。ヘキヘキ。いいぞシュート力もあるぞこっちが。総合シュート力統合これは行きたい。34か。死んじゃうかさすがに。休みましょうか。
ってどこにいるの？火山員くんってどこにいるの？おお、ダブルタックうまー。ようやく存在感出してきましたね。ちゃんと強化足りてるよな。悲観ね。メンタルいきましょう。いいよ。ひたすらメンタル。やっぱトーコのタックは一味違いますね。強いっすね。守備上げれないんだな。スピードもちょっと抑えといた方がいいと。ディフェンス上げられなくなりますからね。ビッグ取るか。いきましょう。シュート力取ればよかったか。今前半が始まりました。さあ行きましょう。しっかりと。パワフル高校対モンスター。ありそうだな。おお、ナイス。ハザインのダブルタック強いな。やっぱ火山院と店この辺り欲しいですね。手持ちでチームが勢いづくか。さあどう攻撃を組み立てるのか。プレース。フィジカルが強い。右にボールを振る。後ろに預けます。さあ行きましょう。やばい、スピードないわ。ドリブルで左へ。パワフル高校1点を先行しています。突っ込むよ。長いドリブル、フリーです。シュート。まあ決まっていくよね。初戦ですからね。立て続けにゴールを決めてきました。永瀬、最後はキーパーとの勝負、しっかり決めました。さあしっかり勝っていきましょう。あ、取れない。パワフル高校さらに1点を追加し2対0としています。完全明け渡しちゃった。この得点で主導権を握るか。ナイスカット。カザイン中央上がる。後ろへ。やばい、ちょっと危ないぞ。このパスはパワフル高校組み立てていきます。取れた。これはいいディフェンスです。左にドリブル。まずい。カーッ。ここもうまく奪います。最高峰から。ちょ、やばい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 。右へ持っていく。ファーストハーフ終了の笛です。両チーム、いや、しっかり行きたいですからね。主人公で得点で。両チームとも監督がどのように動くか注目です。後半スタートしています。スルーパス。これ来たか。後ろに出す。どう攻撃を組み立てていくのか。クラケン、よしよし、点差を広げましょう。やべ、パワフル高校現在2点リードの余裕があります。カザインアウト。果敢にスライディング。フェアプレーの王子。ウィー大門。さあどのような展開を見せるのか。さあ行くよ。キープしながら上がっていく。上がっていく。ここで斜め入っていく。ドリブル。ちょっと斜めすぎ。さあ中へ入っていく。はあ、このボールはクリアです。スローイン。さあ選手の入れ替えが激しくなってきました。中村、いないな。どこに出してくる。いやー、取られた。後ろに戻します。取れ。よし、奪います。大チャンス。右へ行く。邪魔。どうする。OK、 2点目。ゴール。
もう十分でしょう。パワフル高校、これで3ゴール差になります。永瀬、素晴らしいドリブルからのシュートでした。永瀬、今日2点目のゴールです。こんだけ取っときゃ勝てるでしょ、おそらく。パワフル高校、3対0と差を広げています。よし、後ろに預けます。もろた。永瀬、今日は得点を挙げています。ボールを持って上がります。おーい、まあいいでしょう。今試合終了のホイッスル。試合早々も少しずつ慣れてきましたね。いいよ、チョコいらん。ちょうどすることがなかった待たせることがない。紅白戦、優に繋げるかな。何の意味もなかった。困ったな、これどうすっか。オフェンス上げるか。あ、ちょ待って、これ上げる前にシュート力を。いいでしょう。非常に大事ですからね、自分で持ち込んでシュート打つ時の。決勝の笛が吹かれました。パワフル高校対親父高校。わー素晴らしい。うわ惜しいな、入った。シュート、うまい。ものすごいダイレクトボール決まりました。パワフル高校先制に成功。パワフル高校貴重な先制点を奪いました。来た、1点入ってるからな。トナカ、さあここからいいよ。タイミングを測る。やばいやばいやばい、超やばい。左へ行く、ドリブルで上がっていく。呼ばれた。誰を狙ってくるのか。お前じゃない。どう展開していくか。右から展開しますか。右にドリブル上がっていく。ちょっとやばい。あばばばば、まずい。ここで取られました。ち、難しいぞ。激しいボールの奪い合い。チャンス、カットします。主人公にどうする。打たれ、いいもらった。狙った。素晴らしい。ゴール、連続ゴール。フォワードだと残ってくれるから楽なんですけどね、ディフェンダーだとやっぱり点取らせるのが難しいですね。見事でした。あ、ちょ、やばいやばいやつ。パワフル高校着実に得点を重ねていきます。2対0。ここや、得点で主導権を握るか。ああ、決まれ。あ、遅いか。ボールをコントロール。遅いけど決まらんか。よく守りました。ゴールキーパー福井、好セーブを見せてくれました。主人公いねえか、さすがに。コーナーキックになります。もらったな。これ正面に転がしたら入るか。ヘッド、ゴール、ドフリーでしたからね。決めてきました。セットプレーからの得点。ここで笛、前半が終わりました。この後のハーフで、あとはもう主人公に回して点取れるようにしていけば十分ですね。 3-0 なんで失点しても大丈夫でしょう。左に預ける。ここで受けて前に出す。これは取られてしまいます。くそ、もらった。右に預ける。決めます。一旦戻って立て直すか。いいよ。永瀬、今日は得点を挙げています。フィジカルが強い。ドリブルで右へ行く。変幻自在のドリブルで、こいつすげえついてくるな。邪魔邪魔な左子。ドリブルで上がります。
ボールを持って上がります。もろったもろったあ。ナイスカバー。一旦後ろへ、うまくつなぎます。右へ持っていく。ここか。右へ行く。来た。これはコース空いた。さあ中央、もらった。うわもらったもらったくそ、やべくん前に預ける。ピンチ。さあ中央、東郷強いな。さあ一気にカウンター、左に出す。もう上がれって。カザンユー今日ゴールを。終わりました。試合が、試合終了の笛です。勝てましたね。でも主人公も1点取ってますね。十分。さあ行きましょうか。課題、ドリブル、トラップ、パス、フリーキック振りね。51でかっ。うん、うわー強っ。一味も二味も違いますね。やっぱりタッチ。うん、まだ取ってないやつあるな、だいぶ。トーゴー。ビハインド。てかもう次で終わりだよな。きっとなれるよ。ディフェンス休むか。よし、これでようやくゲットできる。勝てればですけど。ハインド2段取ってるぐらいか。うわ敏捷使いてー。テクニックとスタミナ上げます。ディフェンスまだ F か。やべえな。今前半が始まりました。パワフル高校対聖東学園。いやカザイン強いな。やっぱりロングスローを入れてくるか。抜けてくる。おー惜しい。これはゴール前への突破を許してしまいました。この聖東学園でいいのかなのキーパーもそうですし、結構そのキーパー能力が高いインターセプト。さあここでカウンター。フレンドさんとか試合するとほんと決まんなくて。うまい飛び出しからのシュートだったんですが、でまあどこ蹴れば決まんのっていうところをぜひぜひ皆さんアドバイスいただけるようにして。これちょっとまず点取りたいな。点を取りたいな。奪います。ここで指導でいいでしょ。あー聖東学園見事なディフェンスで危機を脱しました。難しい場面でしたが素晴らしい判断力でした。左へ持っていく。プレース。ドリブルで左へ。右へ持っていく。ナイス、ナイス。組み立てていくのか。右に預ける。もう課題に預けちゃう。前に預ける。危ないよ。あー奪った。ドリブルで右へ。フィジカルが弱い。左へ。弱い。まあまあいいでしょう。ここで長いホイッスル。前半終了です。点取れてないんでちょっとプレッシャーあります。どのように試合が展開するのか非常に注目されるところです。ここで負けるっていうプレッシャーではなくて、では後半です。動画が終わってしまうっていうプレッシャーですね。負けると。ここからスローイン。
し、頼むぞ。さあここから粘れよ。OK 出てる。少ないゲームになっています。守備に力を入れている両チーム、この展開からの先制点は非常に重要です。チャンス。おい、姫松、姫松来た。インターセプトします。あー、ヘキー。自分でも掴んでいく。もろた。なんでなんでトラップした。 OK、 ヘキ右へ行く。こいつ一人でいけるだろう。左へ行く。しつけしつけ。いや、うまいし、しかもこいつ右にドリブル。もう打っちゃ いけるか。うわ、遅いか。シュート。うわ、自分で切り込んでのシュート、しかし決まりませんでした。見事なドリブルでした。まずい。32分火山員がいなくなった。しかも姫松もいなくなった。いやー、ナイス。パワフル高校、起点となるアクションが欲しい。ちょっとやべ、やべだな。どう繋ぐか。ここから作っていく。どう展開していくか。上がっていく。右側上がっていく。自分でいく。ぶったれい。シュート。はい、最強キャラ。ゴール。困ったらやべくんですね。高校ようやく均衡を破りました。もう一点欲しいぞ。やべっち。キーパーの届かないコースに鮮やかに決めてきました。来てない。ナイスカット。左くん。パワフル高校。うわ、強っ。一歩抜きんでました。これやばい。うまくつなぎます。相当やばい。ナイス。そしてここで勝てました。主人公はちょっと点取れなかったっすね今回。うん、悪くない。よーし、オーナメントも揃いましたね。10個、多分足りてるよ。ディフェンスいくか。うん、でいいかな。特にコツもないですからね。普通に行きましょう。点は点取れ、これ取れ。打った。こぼれます。そこ取れ。素晴らしい。うわ。怒涛の攻撃、決定的な場面が続いています。あと少しでした。どうつなぐか。やばいやな。さあここから。点を。よし。左。後ろに出す。右にボールを振る。やべだよね、まずね。右サイド上がっていく。右サイド上がっていきます。右側上がっていく。いいよ、切り込んで。まだ持っている。おい、バックパスだね。はあ、やべっ、それ。このクリアはそのままラインを取ります。それは決めてくれよ。いい。誰に出すか。ないよ、姫を信用していいの。お、いいよ。攻撃を組み立てていくのか。シシドのシュートで十分だ。素晴らしい、素晴らしい威力だろこれ。シュート。くそー、際どいボール。怪我とかなんないかなこれ。前半最初のコーナーキックになります。連打連打来たろ。小さい。ジャスト。ヘッド。オッケー。ゴール。決めていく。さあまずは先制。セットプレーからヘディングでゴールです。残り5分。先制ゴールが決まりました。1対0。この勢いのままさらにいいリズムを作っていけるか。ここからリズムが作られていくんです。パワフル高校。ここで切り込んで。いけるでしょうか。左で持っていく。突き刺す。シュート。
ト。矢部くん最強キャラだもん。もし2点入れば十分だろう。主人公行きたいっすね。矢部坂シュートまでのドリブル見事でした。ナイスプレス。パワフル高校さらに1点を追加し2対0としています。この得点で主導権を。前半終了です。非常に動きがあるファーストハーフでした。後半の試合展開が楽しみです。主人公2点を。後半スタートしています。でもこの高校はどうなんだろうな。こういうキャラ結構いますけど、クソ強いって感じではないですよね。これはクリア。前に出すとか言ってたら危ない。東郷これはクリアします。東郷さらに点差を広げろ。ドリブルで右へ。おうめえ。あ、超やばい。どうする。シュート。うまっ。ゴールキックから再開。おお、ナイスじゃん。これは先に触ります。え、取れない。さあここから。え、タクマ盾を使います。もらった。くそ。引き出す。えい、ナイスカット。奪います。ここでかわしていく。抜けてくる。うわ、危ない。右へ持っていく。ここでジグザグドリブル。上がっていきます。もろた。スピン。シュー。シュート。惜しい。つなぐ。つながせない。左へ。左に預ける。ボールを前線へ。ちょ、やばいぞ、ここで取られると。誰に合わせてくるのでしょうか。おいおいおい、東郷さん。オッケー、ナイスカット。ここもうまく奪います。勝った。危なげなくですね。ここで試合が終了します。素晴らしい。クソ点くれんな。フィジカル。ディフェンスコツなしか。結局おう。Cにはしたい。よし、結構パワーアップできましたね。得のはもうしゃあないな。行きましょう。で、金の特殊能力はおそらくなかったと思うので、まあいけてぐらいかなって感じです。経験点的にも B ランクいくかな。どうでしょう。まずはここで勝てばチャンスあり。いや、強いってだから。いいよ、姫持つ。ヘキ。やばい、キキサッチすぎ。うわ、危な。ファウルでしょう。中山、ここはファウルを取られます。これはレッドの判定。オッケー、出てった。海洋山高校残るは10人となってしまいました。普通にこの辺にちょいって出してヘディングもいいんだよ。くそ。あんにゃろ。素早いし細かいし。火山優。おい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 、強いってだから。柴山、ここはファウルです。立ち上がりからあまり動きがありません。打ったらいい。ボレーシュートもらった。天才か、これ入れるって。ゴール。優勝へ大きなゴールです。さあ、これ桜庭のドライブシュートを打たれるともう速攻 で、 速攻で追いつかれますからね。もらってない。もらった。パワフル高校、いいよ。大きな1点。ここで一歩リードしました。火山に預けよう。やばい、そいつ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 やばい。左に預ける。左へ。マジ何それ、やばいんだけど。ヘッド。おい。
痛いもん。ここで追いつくことに成功しました。鼻旗じゃないとダメだ。ヘディングでのゴールでした。くそ、貴重な1点がなくなってしまった。強っ、ちょまずい。選手たちはもちろん、ナイスカット。私たちも全く気の抜けない試合になりました。コンピューターレベルやべえな、マジで。両チームどう出てくるのか。やべえ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 。激しいボールの奪い合い。左か後ろへ。右にボールを振る。一人少ないんだよな。右に出す。オッケー、ナイスベッチ。いけ。いやー、きついか。青木、周りを見る。左にボールを振る。こいつら本当に人少ないの。さあここからやべべべべべべべ、やばいやばいやばい。 OK、 ここもうまく奪います。いや早いってだから、桜は矢部くんより早かったよ。ここで笛です。緊迫の決勝戦、まずは前半を終えました。1人少ないはずだぞ。ちょ、それないっしょ。あぶんな。どちらでしょうか。後半始まっています。うわー、怖っ。マイナスのクロス。マジボールは、うわ、危ねえ危ねえ危ねえ。うわ、危な。弾きすぎだよ、弾きすぎだよ。金庫破れ、金庫破れ。おい、超やばいやばいやばい、そいつやばい。うわ、終わった。ここで来やすい。来たんじゃない。来てねえ。くそ、ずるいわそれ。ずるいわそれ、マジで。スーパープレイだ。スーパープレイすぎだよ。 OK、 ガラ空きじゃん。勝利に向けて、あー超早い。ひっくり返しました。よく攻めています。やべのドリブルダメって相当だな。沖山、うまく繋ぎます。前に預ける。マジで。どうする、シュート。海洋山高校、絶好の追加点のシーンでした。やばい。海洋山高校、決定的なチャンスを得点に結びつけることができませんでした。火山に、おおおおお、こんなん初めてできた。シュートレンジです。わー、ちょ早いか。狙った。あー、くそー、これは入れときたかったな。パワフル高校、さあもう時間がない。急ぎたいところです。得点の機会を作れるか。向こうのボールかよ、しかも。なあ、やばいよ。やりか。さあラストチャンス作れるか。作りたいんだけど。右へ。作れるかな。さあもう時間がない。わあ、まずい。カットします。左へ持っていく。詰めろ、プレイス。おい。とどめ刺される。シュート。キーパー触った。枠に行っています。海洋山高校、スローインです。海洋山マジ強いな。縦を使います。どう繋ぐか。だから早いって、モブじゃ。モブじゃトラップしてる間に追いつかれる。くそー、悔しい。17オール待ちて。カイオさん強え。じゃあドライブシュートもやめてくれって感じですね。20本に1本ぐらいかな、触れるのが。どんなもんでしょうね。3540点。うん、火山自体はかなり強かったっすね、やっぱり。で、特の。ボールダッシュとかにする？それか、スピード上げるか。ドリブル、クロス、トラップ。トラップ、バックスピンパスでいいか。うん、でいいでしょ。 B いってるかな。最悪 C とかありえるぞこれ。 B ぐらいか。
まあ B ぐらいでしょうね。はい、そうですね、まあ金得がなかったのと全体的な経験点がちょっと寂しかったっすね今回は。でまあカザインはかなり強いと、一人で技術50ぐらいくれるタックがありましたからね、踏んだかどうかは忘れちゃいましたけど、かなり強いと。コツもやっぱり洗練されてますねこいつの場合は。うん、ミッドフィールダー作るんであればもう絶対必須級になってくるかなっていう感じでした。さすがにこれ更新してないな。でうい、ということで、サクセスが終了して、これがちょうど溜まりまして、このボックスを開けると、ありがとうございました。ということで、ヒイラギミサちゃんの SR もゲットできましたと。よく通る声で的確な指示を出すゴールキーパー、おもちゃ会社の社長令嬢で最初兼備、面倒見がよく教師や部員の信任も厚いが、自分自身のトラブルには少し弱い、クリスマスなどイベントとか大好きと。コーチングキャプテンシーでテクニック枠か、あ、いいんじゃないですか、テクニック枠か、いいじゃないですか。うん、強そう、そこそこ。うん、45までいくと12もくれんだな、半端ねえな。これはかなりいいキャラだと思います。よーし、いいクリスマスだったねはい、そうでしたね。で、なんかフォーメーションが反応されてるな。はい、ということでした。そうですね、火山院強いな。次のガチャ更新で本当に誰か固有ボーナステクニック系、もしくは彼女枠が来てほしいですね。うん、やっぱでもミセ君かな、ミセ君か彼女、この辺が来てくれるともうだいぶはかどりますと。それを待つばかりですね今は。はい、今回の動画は以上となります。もしよろしければ皆さんから見て、動画の右下にチャンネル登録ボタンを設置しておりますので、そちらからチャンネル登録お願いできればと思います。またツイッターのアカウント名をコメント欄に書いておきますので、もしフォローいただければ嬉しいです。また次の動画でお会いいたしましょう。